ありがとうございます、ということで、始まりました4月の18日ですね、もう早くも94回ね、もうちょっとで、ね、3桁になるよ100、ね、なんかキリがいいところまでね、やろうかな、やりたいな、その前に車にひかれて死んじゃうかもしれないけどもなんでそんなネガティブなこと言うの、始まってすぐなんですけどもね、ということで、It's a Tokyo Party Night。 夜じゃないんですよね、パーティーナイトじゃない、ということでね、頑張っていきましょうか。今日ね、4月18日はね、なんかね、珍しいことが昔あったみたい。1930年アメリカのね、あ、これもやっぱね、 BBC ラジオニュースっていうね、ニュース番組がありまして、これでね、今まで初めてだそうですね。今日はニュースがありませんと放送したらしいですよ。この日以来もうないらしいです。今日はニュースありませんですよ。珍しくね、ニュースが何にもねっていうね。まあ今もあるのかもしれないけど、無理くり引っ張ってくるのかなっていうか、今ニュース見ててこれニュースじゃなくねみたいなね、あるじゃないですか。なんかデコ盛りの店を紹介する、これニュースじゃなくねみたいなね。まあまあね、真面目なニュースね、もう本当ね、大変なニュースばっかりじゃね、あんまりね、重くなるから、まあそういうのもやるのかもしれないけどね。あとこれ、明らかに宣伝じゃねみたいなね、こんな新商品が出ましたみたいなね。これニュースっていうか、これあれだよねみたいなね。新商品紹介じゃねみたいな、ニュースに混ぜてくるんだみたいなね。これはもう、ね、視聴者は、騙されないぞみたいなね、ありますよね。ただね、よく言うけど、やっぱテレビで紹介とかやったらすげえ売れるんだよね。だからやっぱ宣伝ってすごいんだなって思うんですけどね。はい、まあそんな感じでね、いろいろありますよ今日は。4月18日、これはね、良い歯の日ですね。418で良い歯の日、そして良いお肌の日とかですね。で、良いお肌だと良い毛穴の日もあるんですよね。なかなかこれ来てますね、いろいろとね。やっぱ4月十何日とかだと良いってなるんだね、良い日だ良いみたいなね、何を言ってるのかよくわかんないですけども、そんな感じでね、やっていきたいと思いますね。今日も暗いニュースはありませんでしたみたいなね、そんなんが、続くといいななんていうふうにね思いますけれども、でもね、この番組はニュース番組ではありませんということでね、とりあえずコマーシャル行きたいと思います。お願いします。ホットアイズランチ編、大分の元祖唐揚げ、豊後牛のジューシーハンバーグ、特製タルタルソースのチキン南蛮、大分県産の食材をふんだんに使ったボリューム満点の平日ランチ。営業時間は平日11時から15時まで。池袋駅西口から徒歩5分、ホットアイズランチ、皆様のご来店お待ちしております。はい、というわけでホットアイズランチね、行きましょうということで、今日はですね、4月の18日でございますね。さあ、というわけでね、そう、これはね、本当先月の話になっちゃうんですけど、久しぶりにね、大勢の人の前で喋りました。なんかもう久々だなと思ってね、もう大勢です、保育園の卒園式、うちの子供の保育園の卒園式がありまして、卒園式の後に謝恩会というのがですね、でこの時期なら謝恩会なんか別にやらなくてよくねと思うんですけど、まあやるんだっていう話になりまして、知らないんですけどね、俺別にその会話に入ってないんですけど、やるということで、そうするとね、やっぱね、保護者っていうのはね、なんかいろいろやる役回りが来るんですよ。で、俺はですね、正直なところ、あんまり、ね、俺自分のことで精一杯だから、毎日、もうなかなかね、そんなになかなかないんです。で、まあ、何やるかなって余ってたのがあるんです。で、それが開会式の言葉みたいのがあるんです。で、それじゃあ、俺やるわっていう。ね、それだってやるでしょって、まあ、台本みたいのもないけど、ただ、なんか、とりあえずいい卒園式だったねみたいのを言っときゃなんとかなるだろうみたいなね、あんまりこういうことって聞かれてたらなんかちょっと申し訳ないなっていうかね、なんかほら、先生ありがとう、先生方
なんか素晴らしい卒園式ありがとうございましたみたいなのとりあえず言っとけばいいだろうみたいなね、それだけじゃとりあえず言っとこうかみたいなね。であとは、締めはじゃあじゃあこの後ね、短い時間ではありますがみたいなね、謝恩会楽しんでいってくださいみたいな、そんな言っとけばいいだろうみたいなね、分かったってね、やっぱりね、普通はね練習とかするんですよね、こんなこと喋ろうあんなこと喋ろうみたいなね、なんかもう人によってはね、また別なんですけど、謝恩会の前卒園式の時に挨拶の言葉みたいなのをね、喋る方とかやっぱ紙に書いてそれを読むみたいなね、だからやった方がいいんじゃないのって言われたけど、いや挨拶は適当に喋っとけばいいっしょみたいなね、何にも練習もせずとりあえず行くっていうね、で行って、そうだ何喋ろうかなみたいなね、でなんかあるあるを喋っとけばいいんじゃない、なんか子供がちっちゃい時はこうだったけど今はこうなったみたいなね、先生育ててくれてありがとうみたいな、そんなとりあえず言っとけば大丈夫だろうみたいなね、で行きまして、でね今ね昔はね皆勤賞ねありましたよね、なんかねほら学校一日も休まないで行くみたいなね、あれね今なくなったらしいんですよね。やっぱ時代的なもんでしょうね。ほら俺が子供の時なんか皆勤賞狙ってる子は意地でも学校に一回来るんですよね。一回来て熱があっても一回来てで先生熱があるんで帰りますって帰るんです。そうすると皆勤賞ですよ。一日も休んでないみたいな。で今そういうことをしちゃうと今はほらうつったら大変っていう病気もあるからそういうのあんまりやらないでくださいみたいなね、皆勤賞なくしましょうみたいなね、無理やり来るみたいな子とかいるからね、まあ俺はそんななかったんですけどやっぱ来てた子いたからね、とりあえず行って帰るみたいなね、じゃあそうならないようにみたいな、皆勤賞っていうのはね、正勤賞っていうのは俺漢字調べてくればよかったな、正勤賞だからなんかどういう字なんだろうちょっと調べなかったんですけど、まあ頑張ってきたねみたいなことなんでしょうね、で正勤賞っていうのがあるんですよ。で俺そこにもう引っかかってしまいまして、YouTube や、ね、知ってる方とかだったら分かると思う、ヒカキンのお兄さんね、ヒカキンさんのお兄さん正勤さんって言うんですね、正勤賞ってことはだからこの正勤賞なんとかなんとかくんなんとかさんみたいなね、でなんか景品をね賞状みたいにもらってありがとうございますみたいなね、じゃあ続きましてヒカキン賞みたいなあるんかなみたいなね、さああるわけないんですよ意味が違うんで ね、そんなんもね喋ろうと喋ったんです。で正金賞ね、ヒカキン賞ってのがあるのかななんて思いましてみたいなね、俺欲しいななんて思ったんですけど、ブンブンハロー YouTube とかみたいな言っとけばいいのかなみたいなね、で、その後あなんだっけ俺忘れちゃったな、でまあでも俺としてはヒカキン賞よりもヒカキンのお友達のデカキン賞つの欲しいなっつってね、超デカキン賞、え？あんなにデカキン賞なの？みたいなね、デカキンだねみたいなね、ね、それを、ちょっとやりました。今謝恩会でちょっと下ネタやってみるっていうね、やってみました。でもねそこそこ受けましたよ。よかった、危ねえぜと思ってね、マイクなしなんで俺がちゃんと何言ってたか分かんないまま終わっていくっていうね、そんな感じで終わっちゃいました。俺がデカキンっていう下ネタ方向に走ったってことあんまり気がつかれてないんですよね、とりあえずはいどうもこんにちはっていうね、このなんていうのかな、芸人スタイルでドーンっていったもんで、あれ違うっていう感じで何一般の人が来ると思ったら全然違う勢いでいったんで、それでウケちゃうっていうね、なんか知んないけどね、でね久々だったもんで、俺もねそういう時ってなんか受けたりすると待ったりするんですね、笑い声が一回落ちるまで、なんだかんだでねおしゃべりする時そんなみんなが笑ってる間喋っても聞こえないじゃないですか、だから一回待ったりするんですけど、そういうのね久々すぎて忘れてまして走ってしまいまして、セリフをねブワーって、だから多分何言ってるか分かんないままさーっと終わるっていうね、そんなをやってしまいましたっていう、ちょっと失敗しちゃったねっていうね、だから面白かったですって言われたんですけど、多分何言ってるか分かってないままね、はいどうもこんにちはって入っただけなんですけど、それだけで受けたっていうね、よかったなっていう、まあ失敗なんですけど ね、なんでそんなデカキン、俺はデカキンになりたいみたいなことを、まあいっか、ね、まあいいです。本当はね、違うネタをやりたかったんです、俺はね。違うのやりたかったんですよ、本当は。ね、パパあるあるなんですけど、
パパ抱っこみたいな子供ちっちゃい時って言うんです。それでね、いつの間にかちょっと大きくなってくると言わなくなって恥ずかしくなっちゃう。赤ちゃんじゃないから。言わなくなって、他のね、ちっちゃい子がね、いたりすると、パパ抱っこなんて声をするか昔を思い出してね、自分家の子供にちょっと抱っこする。抱っこ、抱き上げちゃう。そうするとね、パパやめて、って言われます。抱っこやめて、みたいなね。そうすると、ママに似てるな、なんていうね。はい、コマーシャルです。ホットアイズランチ編。大分の元祖唐揚げ。うんご牛のジューシーハンバーグ。特製タルタルソースのチキン南蛮。大分県産の食材をふんだんに使ったボリューム満点の平日ランチ。営業時間は平日11時から15時まで。池袋駅西口から徒歩5分。ホットアイズランチ。皆様のご来店お待ちしております。はい、というわけでギリギリ入りました今の。大丈夫ですか？これも下ネタじゃねみたいな。パパやめてってママが言うみたいなことですよ。もういいや。あんまり説明するのもおかしいよね。というわけで、もうおしまいです。はい。もうほんとね。ね、なんでそんなになんか軽いですけども、下ネタをこう入れていきたがるのかっていうね。これはいけないね。もうちょっとちゃんとしたやつでね。行かないで、ちゃんとしたっていうかね。下ネタで軽く笑いを取ろうとするっていうね、これがいけないね。まあ、とりあえずですね、こんな感じで、やっておりますね。まあまあまあね、ほんと、虹をつかむ男。そして、今はもうね、勢力を傾けてます。頑張っています。YouTube やってますね。YouTuber です、もうね。YouTube は、ほんとね、YouTube さんからお金をいただくようになりまして、スーパーチャットみたいなね、聞いてる方からいただくっていうね。まあ、全額じゃないんですけど、ただね、これね、なんか聞いた話、俺は一回もまだないんですけど、お金をね、振り込んでもらえるらしいんですけど、それで、ね、8000円いかないと振り込んでもらえないらしいんです。まだまだ遠い。そんなに稼いでない。ね、ほんと一日ね、なんか、ね、いくら稼いでとか言っちゃいけないらしいんですよね、YouTube って。ね、だからほら、そんなんでバンされて嫌だし。だからあれですけど、一日ね、俺ね、正直、ほんと、まあこれは言ってもいいんじゃない？1円いかないとかあるから、本当に。ほら、よく言うけどね、1回再生されると 0.01 円とかね。0.1 円とか 0.01 円とかね。なんかいろいろあるんです。なんかその、多分ね、その、有名な方はまた別なんですよ、多分。ね。何万回も再生されたりする方。ね。YouTuber といえばあの人、みたいなね。ああいう方とかは全然、インフルエンサーの方とかね。まあ多分違うと思うんですけど、俺とかはもう全然ペイペイですから、ほんと。1日1円行くか行かないか、みたいな。っていうか、なんだったら電気代の方が高いんじゃねみたいなね。気もしますよ。正直俺も動画撮るのに、何か買って、なんかそれを紹介したりとかしますから、正直その買ってる方が高いです。ね。本数は多いんです。ただね。まあそんな感じで YouTuber 紹介みたいなのもやってるんです。だからそういうのね、もし、してほしいっていう方が、もし聞いてる方でいればね、どっかでもいいな、どこでもいいな、YouTube のコメント欄でも何でもいいし、一番なんつうの、まあ他の方にはちょっとあんまりね、パーソナルなことはあんまりね、ちょっと見られたくないなっていう人はもう Twitter の DM の方でね、教えていただければ、そのね、YouTuber さんね、紹介しますっていうのもやってますんで。まあ、もしよかったら、そのね、まあ、とりあえず、動画をね、見ていただけるといいんじゃないかな。二次使うアーカイブもね、ありますから。で、これの放送ね、よかったら聞いてください。また来週！遅く起きた日曜日は池袋 FM で川野田の虹をつかむ男が始まった。それはね。